わさわさ、どうも、琵琶湖ガイドのなすびです。今回は最近琵琶湖で釣りをするにあたって重要なエビも、まあラバージグ、フリーリグ、スピナーベイト、まあいろいろとその時間帯、天候によってルアーを選択してるんですけど、まあメインはエビも狙ってるというわけで、そんなエビもエリアでとりあえずバスを1匹釣るため、ナスビガイドでもメニューに取り入れて、それだけやってるわけじゃないんですけど、とりあえずバスを釣るためには当たっている線香、山線香、ゲイリー社の定番ワームですね、アフタージの、そのノーシンカーリグの使い方をちょっと簡単に説明していこうと思います。でアフターの時期っていうと、やっぱりバスのレンジがいろいろと変わるし、エビモで産卵しているやつもいれば、それを回復しているやつもいるので、エビモを狙うっていうのはすごい重要になっていくんですけど、日本全国で、定番でもある山線香、琵琶湖でももちろん有効というわけで、そちらの使い方を説明していこうと思います。まずエビモ、ウィード界では最強でもある硬さを誇るエビモで山線香を使うので、まずスピニングピーっていうのがベストセッティングなんじゃないかなと思います。フロロカーボンだと結構切れてしまったり、そのまあバラしてしまったり、まあ、エビモから引き離さなきゃいけないので結構苦労すると思うので、スピニングピーを使ったパワーフィネスっていうのが、すごい条件なんじゃないかなと思います。ちなみにタックルなんですけど、僕はライトから ML クラスのスピニングロッドに、PE セッティング、PE は 0.85、 そしてショックリーダー、まあ、フロロカーボンの、10ポンド、8ポンドから10ポンドぐらいを使ってます。で、フックはオフセットフックの30に、山線香の41、まあ、31から41ぐらいかな、まあ、41を使うことが多いんですけど、そちらのスピニング PE で使っております。でどういうところを狙うか、そしてどういうアクションなのかっていうのを説明していこうと思います。はい、で山線香をノーシンカーで使用している、まあ、場所なんですけど、エビモが生えているエリアというわけで、ちょっと魚探画面を見ていただきたいんですけど、画面がね少し反射して見づらいとは思うんですけど、画面の下側の部分がソナー画面とダウンスキャンの画面になるんですけど、まあ、こういう風に、まあ、水面までエビモがびっしりと生えているのがわかると思います。まあ、ところどころ抜けている場所もあるんですけど、まあ、エビモのパッチが、その一帯にたくさんあるというような図でございます。でキャスティングでボートを止めてキャスティングで狙うっていうやり方もあるんですけど、とりあえずエビモの場所がわからないっていう時は、まあ、ボートを流しながらエビモを見つけてガンガンぶつけながら、そこでちょっと放置をして誘うというような感じなんですけど、魚探映像というのはこんな感じですね。何もないところには何もないんですけど、こうやってエビモがびっしりと入ってて、その周りに魚がわやわやといるような図でございます。はい、まあ、一旦エビモの場所さえ見つけれたら、あとは結構周りにたくさん生えていることが多いので、その1本だけっていうのではなくて、エビモパッチが一体になっているというような感じです。でこちらの図が周りは全くないのに、エビモのパッチの生えている場所だけ魚が映っている、まあ、ベイトフィッシュもいればバスも映っている、そんなところを狙っていきます。本当に今の時期はエビモにビシッとバスがついているような感じですね。でロッドワークのアクション編なんですけど、ボートを止めてのキャスティング時でも同じことが言えるんですけど、今回はより分かりやすくするためにボートをドラッキングして使っています。まずキャスティングして一広ぐらいラインを出してから、まあ、ボートを流すんですけど、だいたい1キロぐらいの速度で流した方がやりやすかったです。であとは、ベールを戻してもらって、ハンドルを持たずにラインが張ったらふわ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 とロッドを動画の通りに動かしているような感じです。こんな感じですね。でその際にエビモが引っかかっているので、それをほぐして、そこで糸だるんだるん放置で、またボートが流されたら、こうそのこの動画のようにロッドをふわふわとさせる、この繰り返しでルアーが止めているラインがだるだるの時にギュンと走るような感じです。外せば、まあ、坊主になる可能性もある琵琶湖なわけなんですけど、この
釣り方をすればとりあえず魚はされるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも参考にしていただきたいと思います。今回は山線香の、魚探映像、そして、ロッドワーク、いろいろ山線香についてのお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。下の概要欄に僕のガイドの募集日とかを載せておりますので、そちらもチェックよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。